どうも、ひだまどのもう一つでございます。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、本の紹介しようかなと。知ってる通り、はい、メルカリをね、よく使ってますね。よく、はい、ありがたいです。様々ですよ。メルカリ様々ですか。メルカリ様々、はい、そこを通ってきたらやりたいぐらい。メルカリが通ったら、うん、お世話になってますってこう挨拶したいぐらいの。なるほど、まあ、ちょっと意味わかんないですけどね。まず暦っていうのにも意味があると、はい、その一日一日大安とかね、はい、友引きとかいろいろあるじゃないですか、その日によって、はい、うん、ありますね。そう、1ヶ月1ヶ月大事なんだなと。まあ、大安吉日、あとね、他にもありますよね。いやいや、意味が分かってないとね、ちゃんと見れないっていうのもあるから、これ買ったんですよ。まあ気学も調べられるし、いろいろこれは万能です。一つ悩みがありまして、本体性神腺っていう病気を持ってるんですよ。どういう病気でしょうか。人前で文字を書くときにこう見られると、うん、手がちょっとこう震えるというか。あ、そうそう、なんていうんですかね。要は簡単に言ったら、はい、ちょっとでも右手に意識をすると震えちゃう、うん、力がかかっちゃう。反射的にかもしれない、意識もあるんだろうけど。そうなんですね。うん、難しいんだよねこれがね。え、気にしてんすか。めちゃくちゃね。あ、そうなんですか。いや、僕正直、うん、平山さんが思ってるほど僕そんなに言うほど気にならないんですけどね。あ、そう。はい。いや、食べ方とかさ。食べ方、はい、あとは箸の持ち方とかね、はい、箸の持ち方、はいはいはい、うまいことできないんだよ、うん、正式な箸の持ち方っていうの、はい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 、が難しい。あ、そうなんですね。意識しちゃうから、はいはいはい、ちゃんと持たなきゃダメだとか、ちゃんと掴まなきゃとか、そういう、はい、こう伝達ですぐ、はい、なっちゃう、震えちゃうの。え、それちなみになんですけど、うん、一人で飯食べるじゃないですか。うん。その時にもこうなっちゃうもんなんですか。その時にもなるね。あ、そうなんですか。なるよ。なるなる。はー。あとは人がいるっていうスパイスが入った時にスパイスめっちゃ震える。うわー、そうなんですね。大変だから、メルカリとかさ、はいはい、サインくださいっていう時にちょっと大変。こちらにサインくださいって言ったら、下敷きにしてこう持っててくれるんだ。あー、持ってくれますね。はい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 。あれがダメなの。え、ダメ。書く時にすごいこう肘から力が入っちゃうから、うん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 、グって押しちゃう。あ、押し込んじゃうってことですか。そうそうそう。はいはいはい。だから店員さんも、うん、おーっていう感じ。あ、そうなんですね。だからさ、はい、秀丸さんサインくださいとかね、うん、たまにあるのよ。書きたくてもさ、うん、書けなくて。左手で持って右手で書くとかですもんね、サイン書くのね。そう。例えばさ、シャープペンと、うん、マジックペンだったら、はい、マジックの方がね、書きやすい。なんかシャーペンって細いし折れるっていうイメージがあるから、はい、うん、あ、なるほど、力入っちゃうからってことですね。余計に書きにくいし、はいはい、なんならその力入れることで破れたりとか、紙がね、うん、あるの、たまに穴開けちゃったりとか。あ、あるんですか実際に。色紙ブチって、うん、だから、はい、マジックだったら先が丸いからそこまでなんだけど、うん、細いのは嫌だね、抵抗ある。ね、まあ、確かに自分も普通にこう書いてる時にちょっと力がやっぱ強く入っちゃうとパキッて折れちゃいますもんね、普通にね。でしょ、うん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 、それがさ、めちゃくちゃあるから。ああ、そうなんですね。そう、いや、やっぱり昔からね、気になるんだよね、うん、これは丸いものって思い込めばいいじゃんって思うかもしれないけど、うんうん、そういうわけにもいかないんだよね。なんかもう最初の固定観念があるから。あ、固定観念があるからってことか。そうかそうかそうか、はいはいはい、で、あ、本当だ、うん、書きやすいみたいな、うんうんうん、ところまでのレベルまではどうしてもたどり着かないんだよね、うん、
あとはコップ持つ時とかお茶碗とかこう食料とかでお味噌汁なみなみ入ってた時にこう もらうけどそこは動けないもんね、こぼすって。そんななるんすか。だからちょっとずつこうゆっくり行って行かないと厳しいよ。あ、そうなんすね。直したいんだよ。大変なんだよ本当に。これね、本体最新線ってパーキンソン病とか、パーキンソン病、うん、はあ、とかあるんだよ。あのすごいに、はい、よく似た症状で。あ、そうなんですか。で、パーキンソン病の方が深刻度は高いから、はい、そっちは結構薬とか出てんだけど、はい、本当に最新線ってあんまり知られてないし、はい、薬とか治療とかもないんだよ。そうだからね、でいろいろ調べたんですよ。一つは、うん、まあ、頭にね腫瘍が来たい頃はありますよって言ってから、まあ、調べてはないんだけど、まあ、今もあると思うんだよ、はい、その腫瘍を取る注射を打つ、うん、え、はい、っていうのがまず一個。頭にですよね。そうそうそう。え、危なくないですかそれ。危ないですよ。危ないですよね。危ないですよ。はいはい。でもこれで止まるんだったらいいなとは思うけど、うん、はい、あと他は超音波。超音波、はい、本体再生センサーの機能を正しくさせるっていうやり方もある、はい、へー、超音波っすか。そう、はい、あとはあとはもう一個なんかあったんだけど、その成功事例とかも出てるんですか。実際成功事例も出てる。あ、そうなんですね。こう指と指合わせるときに俺はね、うんうん、震えちゃうんだよ。そう、今震えてるのですか。そう。だからね、はい、できないんだよね、こういう。はあ。そうそうそう、震えるから。これ本当よ、作ってないからね。ああ、はい。まあ、右手がね、はい、俺、主になんだけど、はい、え、今、左手ですよね。そう、左が、はい、こうなってちゃうんだよ。はあはあはあ。それはどういうことかなと思って、うん、感覚的に自然と固定されるのよ、うんうんうん、その力に左手が今度合わせようとするんじゃないのかな、うん、あ、だから左が、はい、触れちゃう、触れちゃうっていう感じなんだと思う。え、これこう触れるじゃないですか。うん。え、これあの ET の挨拶みたいなできなくないですか。 ET いねえだろ。ET はぁ、その時もし会ったら言うよ、ちょっと握手でいいですか。あ、握手の方で。そう、あ、わかりました。そう、そう、ありがとうございます、うん、じゃあこれはちょっと無理なんで握手で。握手で言いますよ。はい、そこはわかりました、うん、自分のことを今日はね占ってみようかなって思って、うん、あ、自分で自分ってことですか。そう。あ、はい、わかりました。秀丸、はい、本体精神線、うん、良くなるか。成功例もあれば失敗例ってありますよね。あるある、必ず、うん、え、大丈夫なんですか。ちょっとやっぱ心配じゃないですか。まあそうね。まあ一個言えんのは、はい、まあやってみないことにしてはね、はい、何もまあそうっすね、変わらないってことですもんね。変わんない、はい、そう、よくなりたいんじゃない。いや、まあそれはそうだと思います。そう、はい、お味噌汁も普通に運びたいですし、はい、そこまでこう苦労というかなんかしてる感じ、僕はたから見てるじゃないですか。ないでしょ。でもね、うん、芸人の時に打ち上げあった時、はいはい、こう後輩ってさ、うんうん、サラダとか予想じゃん。予想いますね。その時にやっぱり出ちゃうんだよね。あ、そうなんですか。一回花輪さんとご飯行った時に鍋食べたのよ。花輪さんが言ってくれて、はいはい、なんかあるでしょって、はい、隠してたから、うんうん、震えるっていうのを持ってたら、うん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 、その時ほら花輪さんのドライバーやってたから、はい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 、あ、これで仕事なくなったら嫌だなって思って、うんうんうん、いや何もないですって言ってた、うんうん、で飯食ってた時に、はい、いや、やっぱあるよねってなって、
何なのそれ、はい、ってなって、はいはい、え、何がですか、うん、みたいなね、うん、いやいや持ち方は変だしとかって言われて、はいはい、で逆に気を使うから、うん、こういうことは言った方がいいよ、うん、ちゃんとね、そう、うん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 、でそれで分かってもらった方が後々楽だよと、はいはい、船尾さんからそんなことを言われたから、うんうんうん、いや実はみたいな今のことを言ってさ、はい、ああそうなんだと、ああいいよいいよ気にすることはないよって言ってくれて、うん、でじゃあそこあの鍋よそってよって言われて、うんうん、で、はい、ああじゃあ分かりましたって言って、うんうん、こう透けてバシャってやってたから、すぐにあ、オッケーって言って、いいよいいよオッケーオッケーみたいな感じで、マジかよ、はい、逆にすいません、ほんとこんな感じなんですよって言って、うん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 、まあね、ゆっくりでいいんじゃないって言ってくれたんだよ、そう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 、気にしなくていいと思うんですけどね、ねえ、でも気になっちゃうからさ、いや、そうなんですよね、やっぱりこうやって YouTube やってても好きよ、人を前に出るのは好きだけど、うんうんうん、はい、やっぱり見られたくないもんは見られたくないし、そうっすよね、なんかね、そこら辺矛盾してるんだけど、いや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 、そうだから、まあ、占いもやってますし、はい、こういうのもね、まあ、ある意味ね楽しみながらやろうかななんて思ってて、はいはい、なんか暗くならずに、そうですね、そうそう、だからちょっと、うん、結果とアドバイスで2枚出しでちょっとやってみようかなと思います、はい、では行きまーす、まあね、これでねよくなれば、ちっちゃい頃はね20歳過ぎてだんだん良くなるんじゃないのとかって言われたんだけど、まあ、確かにちっちゃい頃よりは震えはなくなりましたよ、はい、だけどやっぱり、うん、治したいっていうのもあるしね、うん、お酒飲むとなんかね不思議とねピタッと止まるの震えが、なんかリラックス効果なのかわかんないけど、酔った時に鍋よそうじゃん、うんうん、はいはいはい、震えなかったの、何それえって思って、うん、あ、震えてないって思って、酔ってんのに感動しちゃったもん、自分の手の震えてないところで、お酒ってなんかあれなんですかね、そのなんかあんじゃない、リラックス効果みたいなのあるんですかね、あ、すいません完全に噛んじゃった今、ちょっと気持ち、そうそうそう、リラックスね、はい、A ちゃんがしてください、ありがとうございます、すいませんそう、その時はめっちゃ感動した、そうなりたい、はい、こうなりたいなみたいな、はい、そう、では行きますよ、はい、ありがとうございます、え、出ましたね、これなんて読もうかな、まあ結果アドバイス、はい、まあ、アドバイスはねカップの実が出たから、うん、もうお互い認め合う、言っていって、うん、自分はこういうのあるんだって言って、なるほど、なるほど、言って分かってもらうっていう感じかな、アドバイス、はい、で結果がね、はい、うん、なんかやっぱり時間はかかるとかね、あ、そうなんですね、うん、まあしょうがないよね、けどまあ、うん、隠さずにこう言って僕はこうなんだけどっつって、そうそうそう、はい、言っていった方がね、はい、なんか初めて会う人とかね言っていった方がいいってことですね、うん、まあ、うまく付き合っていくというか、うん、ね、そしたら最終的にどうなるんだろうな、はい、嬉しい嬉しい、これあの、はい、ザ・スターの、聖地、はい、希望が持てますよとか、ね、ああそうなんすね、そうそう、へえ、楽しくいけますよとか、はあ、そんな感じだからまあいいか、はあ、いいっすね、いいカード出ましたね最後ね、いいカード出た、よかったよかった、ザ・スター、よかったですね、うん、よかったです、はい、まあ、ということで、まあ、皆さんもねいろいろあると思うんですよ、悩みっていうのは、だから自分で抱え込まずに、僕みたいな人間もいるんで、はい、まあ言うっていうことが大事かな、そうですね、
ね。そうそう、この人はいいかなって許せる相手を作るのもいいと思いますよ。いや、それ本当大切だと思います、うん、ね。ということで最後、カミール占いをやってるので概要欄にて飛んできて遊びに来てください。がっちり占いますから。はい、ということでまた更新いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。